南島原さん、豚と椎茸のごちそう弁当を開いてみたいと思います。それでは開けてみたいと思います。こんな感じの駅弁ですね。とんかつですね。それと副菜が少々。ご飯の上にね、とんかつがドンと乗ってるんですけど、これとんかつですね。しいたけはどこにあるのかな。あ、しいたけの炊き込みご飯になってるんですね、これね。これがしいたけですね。あー、なるほど。しいたけ、例えばしいたけ煮がね、ドカンと乗ってるとかね。しいたけの、しいたけをカツっていうのはないから、天ぷらみたいなものが入ってるのかなと思ったんですけど、そうではないんですね。ユニークですよね。しいたけをご飯に混ぜ込むということでね。そしたらね、ちょっと食べてみたいと思います。まずしいたけの部分から。いい出汁が出てますね。椎茸がね、出てきますよね。あ、美味しい。こういうお出汁の効いたご飯はいいですね。で、とんかつ、ソースもついてるんでね、ソースつけてもいいと思いますけど、柔らかい。豚の旨味も濃いな。いや、これお見事だな。確かにごちそう弁当ですよ。とんかつに炊き込みご飯っていう組み合わせもね、普段あんまり食べないですよね。よくできてますよ、これ。なるほど、素晴らしい。はい、以上、南島原さん、豚と椎茸のごちそう弁当でした。